わしやかなマフィアカジタです。わしやかな中村雄一です。わしやかな宮野守です。はい、よっ、イエーイ。一番元気。いや、ついに言いたかったんだよ、わしやかな。そうそう、ありがとう。だって盛り上がったじゃん、弦の時も、うん、なんでちょっとやきもちみたいな言い方。いや、すげー盛り上がってさ、弦の時。弦の時盛り上がった。おー、やっ、楽しく見させていただきましたよ。まあね、やっぱりこう3人とも弦の友達は誰が一番弦の友達なんだろう。あー、そう、競ってんだ。マウント合戦が始まる。マウント合戦ですよね。でも弦と歌ったことあるの一人だけだから。そうなんだよ。そうなんですよ。弦とエネルギーだよな。そこはちょっと勝てないからな。そうでしょ。あれは宮野守なんですか。あ、そっか。鋭いですね。俺共演してなかったっすわ。農家ですよね。違うだった。農家ですよね。そうだったわ。その時俺らはマフィア梶田と中村雄一で共演してますから。やべえ、農家だこれ。そんなこと言いに来たの。違います。でもね、まあ、冗談はさておき、うん、以前文化放送のね、あのエレベーターとかに乗り合わせた時に、うん、宮野さんとお話、ちょうど乗り合わせてお話しして、わしゃぐな TV 調子いいっすねって話しかけてくれたんですよ、うん。で、まあ、ぜひどっかでゲストにっていう話もしてましたし、うん、それがようやく叶ったということで、やったー、よかったよかった、うん、そう、中村さんともね、現場でね、 YouTube 僕も始めた頃。 そうだよね、はい、そうそうそう。なんでちょっとパイナップル切ってるの。そう、だからパイナップルをなんか何がしたい。あんな1回で終われよ。いや、何回もパイナップルを本当に切ってみたのか言って、しつこくずっとやるから。何を言う、何を言う、一回のつもりだったさ。一回で終わらなかった、うん。まあまあ、今回来てもらったんでね、はい、そうなんですよ。せっかくですから、うん、宮野くんって言ったらやっぱりこれかなと思って、正月に買った福箱の残りです。はい。PSP のソフト50本。え、本当に買ったの。うん。あ、すげえ。本当にいつも自腹で買ってるよ。買ってますね。番組のためにってこと。お、そう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 。ああ、そういうことか。番組の中で開けてみようっていうんで、PSP は遊んでたでしょ。遊んでた。めちゃくちゃ遊んでた。だから結構思い出共有できるかなと思って、うん、50本、それ安いか買ってみたんだけど。いやー、ほぼモンハンだったけど俺 PSP は。モンハン。うん。いや、もう分かったから、なんかもう分かった、その顔。分かってんだよ、大体。サクサクいこうか。うん、50本あるから、うん、1本につき1分使うと50分かかる。本当だね。だから、本当だ。そうだよ、そうだよ。だから、無駄話してる場合じゃないんだ。うん、そう、本当そう。はい、モンハンみたいなもん。はい、なんか一番最初。これ誘われて、まあ、全然やんなかったよ。全然。でも懐かしい。言ったら似て非なるもので、うん、そう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 、全然違うから、うん。でもみんなと一緒にやるやつですよね。そうそうそう、うん、はい、まあ、懐かしい。いいゲームだったらどういうこと言った。ミッドナイトクラブ湾岸 LA。 あ、やっぱリミックス。やっぱレースゲームきたか。これマスタングかな。これマスタングだね。うん、まあ俺は好きだけど。ロックスターだよ。あ、ロックスターゲームスですね、うん。車盗むゲームじゃねえんだよな、これ。湾岸の方ね。うん、分かってない。絶対知らないでしょ。湾岸の方でしょ。絶対来ると思った、マージャン系。絶対これ混じってんだよ。あ、ベストのシリーズね。そう。もう全部分かってる風に。ベストのシリーズ。これさ、安いけどさ、はい、こんなんいっぱいあったじゃん。こうお手軽に買えるやつ。はい、もうガンガン行くから。早い早い早い。これ超懐かしくないっすか。ロコロコはしまった、やった。えーってどういうこと。なんだろうね、そんなやついるみたいな。ロコロコに謝れよ。いや、多分宮野守はロコロコやらないだろ。やれよやれやれ。思われちゃったね。解釈違いですって言って解釈違い、宮野守の解釈違い。あとさ、これ多分今もう使えないんだよ、うん、これ。ま、ちょっとマプラス入れるのやめよう。あ、マプラス使え。これナビなのよ。あ、PSP をナビにできるってやつだけど、多分道がもう違うんだよ。これ、俺シナリオ書いてました。マプラス。なんか一回書いてるね。わ、懐かしい。遊べるの？遊ぶんじゃなくてナビだと、普通に。俺は普通にカーナビっすよ。PSP をカーナビで入れる。そう、だから、さすがにこれちょっと入れるのやめてほしいな。もう、これは知らないわ。しょうがない、福箱だから、はい。勇者のくせに生意気だ 3D。あ、名作。お、知らない。これはちょっとやったな。うん。あの、ちょっとレトロな感じ？そう。シンプルな穴掘って基地、なんか攻め込む。アジトみたいなゲーム、ね。なるほど、なるほど。ゲームだね。楽しいじゃない。この時代から 3D 化とか抜かしてたんだ。そう。これちょっと、最近もう、宮野くんいけるのちょっと VR 化してたけど。これなんで宮野くんがいけるのこれが。ちょっと待って、ワンド・オブ・フォーチュン、未来へのプロローグ、ポータブルなんだけど。面白そうじゃないですか。どんな話？これは、どっちだろう、乙女ゲーかな。あれ？え？
出てる？出てないよ。あ、なんだ。名前ないよ。一瞬一瞬あれって言ったから。一瞬あれって思ったよ。あるじゃない。なんかあのイリノミユしか出てない。イリノミユかよ。イリノミユいます。本当。桜井と鈴村がいます。あ、いつもいるな。桜井と鈴村。いつもいるな。いつもいる。売れてんな。ずっと売れてんなの二人。あいつはずっと売れてんだよ。いいことじゃないですか。もう本当だ。はい、ミンゴル。ミンゴルゴルフ場。ミンゴルと違うな。作るのゴルフ場。みんなのゴルフ場です。あ、実在のゴルフ場が出てくるっていうミンゴルじゃないですか。まああとはおなじみのね、はい、サッカーウィーレ。あ、ウィーレね、やったわ。ウィーレ2012、そしてウィーレライバル FIFA。サッカー入ってくるね。僕ウィーレだったな。ウィーレ派。うん。ウィーレの実況うるさくなかったですか？いやいや、僕好きでしたよ、実況。なんかもう毎回毎回、キーパー真正面あれがいいじゃないですか。あれ切れそうになるね。あれ、ジョン・カビラ、うん。そう。実況、ワードサッカーからやってましたもんね。あの頃からずっとやってましたよ。中澤さんかなんかって人が解説だっけ？いつも中澤さんなの？これ北澤さんだね。あ、北澤さん。北澤、俺サッカー詳しくない。これ北澤さんです。解説の北澤さん、お願いします。そうですね。今日はいい仕上がりをしていますね。毎回同じこと言う。天気はなんと雨。カビラが。ジョンの言い方やな。いや、あるある。大体いいよね。大体いい。天気のことで言いがちね。絶好調ですね。はい。絶対絶命都市3。あ、あ、これ名作。これは面白いね。これって、ね、いわゆるどういうゲームなの？あのね、災害が起きて、その町からなんとかみんなで逃げようっていう中に人間ドラマがあるタイプで、変な選択肢がいっぱいあるんだよ、大体。なるほどね。あ、本当だ、うん、専門家の災害マニュアル。あ、そうそう。なんか、実際にその災害あった時に、これやってたからちょっと知識があって助かったみたいな人もいたりするらしいよ。本当だ、地震から。うん。ただ、皮肉なことに、震災があった時期に新作が出る予定だったんですけれども。ああ、伸びたね。それで発売を差し止めたことがあったんですよ。うん、なるほど、なるほど。ちょっと不謹慎だからって話、ね。なるほど、なるほど。ファンタシースターポータブル。うん、ああ、やったな、これ。ファンタシースターポータブル2。俺もワンやったな。もうブックオフってシール貼ってあるんだもんな。そうだね、ブックオフ280円だったんだね。これブックオフで買ったわけじゃねえんだけどな。そうでしょ、違うとこ。なんでブックオフのシール貼ってんだよ。これを詰めた人がってことでしょ。そうそうそう。ピースオーガー。あーもう、あー出た。これ疑いようもない名作。これだけで元取れるぐらい遊べるんじゃないの。これめっちゃ面白いですからね。ずっとやってたよこれ。うん、これ PSP の限界超えてましたからね。いや超えてた、うん、グラフィックめちゃめちゃ綺麗だったよ。ボリュームもすごかった、PSP なのに。すごかった、ね、モンハンとコラボしてたよね。リオレウスと戦ってた人。なにこれ、知らん。バウンティー。でもナムコだ。ハウンズ。まだ、バンダイと合併してない時なんだ。こういう知らないゲーム出てくると、テンション上がるわ。これはテイルズのやつか。レディアントマイソロジー。あー概念的な、ね。そうです、そうです。あの、テイルズ・オブ・ザ・ワールドっていう。いろんなキャラが出てくるやつでしょ。うん、お祭りゲーみたいな感じで遊べるんですけど、なりきりがダンジョンとかと同じ系列です。2と3。2と3。あ、2と3揃ってんだ。アニアの方出てたんですね。僕、あの、ベスペリアで。これにいるのかな？ベスペリアもう出てる。これいるからさ。ミューリだ。だからこれに出てんじゃない？っていうか、これがいるからさ、じゃないのよ。うん、ここにいるのよ。あの、本人ここにいるのよ。なのに、こっちいるから、いるはずじゃない。いるはずじゃないじゃないのよ。これは失礼しました。しょうがない、中村さん、本当興味がない。興味がないで、遊んでないから。はい、モンハン日記、ポカポカアイルームラ、出たね。あったねあった、あった。これはやったな。これ取材行ったな、俺。ポカポカアイルームラ。あったね。お前が？おお、なんで？お前が？何でも行くよ。アイルームラの取材に行ったの。行く行く、何でも書けんだから、マフィアがじゃ器用で。ちょっとモンハンやっつけとくか。モンハンモンハンもう一気に出していいっすよ。シリーズ全部。これ一番最初？ワンだね。俺ワンやってないのよ。ワンやってないのよ。俺ワンやってないのよ。分かったよ。何言うんすか。セカンドからでしょ。いやー、ワンやってないのよ。知らないもん、この食事の仕方。シリーズによっての食事の仕方が。分かったよ。食事が出る、できる場所が。辛味が濃すぎるんだよ。こういうとこ。一つの材料でもうどんだけ広げる気なんだよって。そうだ、だからサクサクいかない。牧場物語、ハーベストムーン、ボーイ&ガール。ああ、
牧場物語。牧場物語も今の新作出てるからね。ファンタシースターポータブルの1です。あ、1の方ね。1の方ですね。これもちょっと一気にやっつけるか。はい。ディシリア。ああ、ディシリア。あ、出た！これやったね。出た、出た！はい。デュオデシムも。出た、出た、出た！ FF は入ってるよな、そりゃ。いや、これめちゃくちゃかっこいいよね。初めてその過去作に声がついたから、そっかそっか、そうだそうだ、こういうイメージだったんだって。だいぶ後期のソフトですよね、ディシリアって。もう ESP で、まあデュオデシムがもう最後の方じゃない、最後ら辺ですもんね。そうそうそう、この辺は。これもはい、ゴトイタマってよ。ああ、ワンだ。どんだけ同じシリーズ遊ぶのかな。ワンね。これ今一緒に遊べる人いねえんだよな、入れられても。そうだね、ディシリアやろうよ。戦国バサラクロニクルヒーローズ。ああ。こういうの出てたね。こういうのもあったね。あったわ。弾丸論破。出た！これめっちゃハマった。ワンかな、これ。はい。どこでも一緒。わ、懐かしい。PSP でやんなかったな。どこいつは、杉田さんとかとちょっと触った記憶あるんだよな。また杉田さんがわいせつな言葉ばっか教えて。ああ、教えるやつね。うん、何々って何って聞かれた時に。そうそうそう。危機としても。マフィアカジタって食べられるのとか。そうそうそう。そういう質問をね。バカだね。地球防衛軍2。ああ、いいっすね。これも地球防衛軍2。あのでかいゴキブリとかと戦うやつ、アリとか。わしゃがなでもね、提供やりましたからね。やったね、うん、はい。あ、これもやっつけとかないとね。はい、パワープロ、はい、出た2010。出た2010年前。俺好きだったな、パワープロ。 10年前のデータだよ。うん、パワープロ好きだったな。野球ゲームやるんですか。やりました、やりました。やるんだ。うん、ファミスタの頃から。ああ、じゃあ結構好きなんですね。はい、うん、まあファミスタ他社だと思うけど。いやいや、もうなんかいいんですよ。そういうのいいんですよ、別に。若いところはね。いやいや、昔から野球ゲーム好きでやったから。ファミスタの頃から野球ゲーム好きで。関係なくない今。そうゲームを楽しんでた話をするわけでしょ。はい、初音ミクさん。本当だ。プロジェクトディーバー2からセカンドですね。これってさ、どうすんの。音ゲーだと。音ゲーっすか。ああ、そういうこと。喋るの。喋りますよ、そりゃ。歌って喋る。喋るの。喋ります。え、初音ミク喋るのそんな珍しいですか。初音ミクが今喋るのそんな珍しいですか。初音ミクそんなに知らないで来る人もあんまいないんじゃない。ごめん、あの、うん、まだあった。まだゴッドイーターバーストだ。ゴッドイーター全部あるね。へぇー、バーストしてんじゃん。バースト。まあ、数出てたから。アップデート版だね、うん、確か1の。へぇー。僕の私の塊魂。あ、うわ、懐かしい、ね。CM はすごいみたいな。懐かしい。転がしてたな。ロコロコといい、こういうの好きっすね。そう、意外と転がすのよ。意外と転がすの好きっす。意外とね、転がすのよ、私。あれ、あれ、あ、これ、あ、これはちょっと問題ですよ。何すか。いきますよ。ブリーチ！あ！お！ヒートザソウル4ね。ああ。いくよ。うん。うわー、来たよ。やっちゃってるね。もうジャンプはこれやってくんだよ、ワンピースといい。ジャンプが悪いんじゃない。この箱詰めたやつが悪いんだ。これ同じものですよ。これベスト版だから言えやろっつって入れやがったな。あ、これ同じもんですよ。そっか、この人が、でもこの人2つ買っちゃったってことでしょ。違うよ。なんで個人から買ってんだよ、これ。違うって。違うの。ちゃんとお店から買ってんだ。そういうことか。なんで個人から買ってんだよ。バイトが。はい、エアポートヒーロー那覇航空管制官。え、どういうこと。着陸させんの。多分そういう、うん、あの航空管制官としていろんな指示を飛ばすんだ。パタポン3。パタポン。パタポンってあったね。これ、え、何それ、知らない。パタポン、でも多分好きですよ。ロコロコとか好き。ロコロコ好きなら好きだと、うん、いやそんなことないよ。なんでここに来ていいの。たまに受け入れない。ドラグナーズアリア。あー、俺も知らないな。日本一ソフトウェアだ、ね、あー、日本一か。あ、知らないんだろ。ディスガイアとかの。あ、そう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 、メーカーは合ってるよ。うん、ええ、濃いな。イラストレーターのジョン・ジュノ氏による洗練されたキャラクターって書いてるから、ちょっと売りなんだと。戦場のバルキュリア2。出た。これ、面白かった。え、これ50本遊ぶんですか、この後。無理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 。終わらねえ。最後の約束の物語って知ってる？あー、これ知ってる。これ、俺確か記事書いた。キャラ出てますね。キャラデザーはあれだよね、歌プリだよね。え？クラハナさんだよね。これ確か結構変わったシステムだった気がするんですよね。そうなんだ。死ぬんじゃなかったっけ、キャラクターが。え、ネタバレ。
いやこの後宮野くんやるのに死ぬとか一番言っちゃダメですキャラクターが死ぬんじゃなかったけどネタバレされたら何の話もできないどれとも言ってないけどそれ一人ぐらい死ぬだろうはい、ロードオブアルカナあったねあーこれめっちゃやったこれもモンハン系だよね確かね、ロードオブアミニオンの、まあ、系列作というか本当だファイナルファンタジー零式出たおこれやったな、うん、出たあ出てないよねこれはうんこれは出てないそうだよねそしてねここに来て魔装鬼神が出てきたんだけどはいこれ新品だ嘘本当だ未開封え欲しい嘘未開封の魔装鬼神に食いつくラチェット&クランク5かっこいいこれもまだ新作出てるから名作っすね魔装鬼神だけのやったことないんだよな会社君好きかな新世紀エヴァンゲリオンのスロスロットじゃねえかスロですえこれスロットってPSP でやって景品もらえるの？でもらえるよね。いや結構あるんですよ。手元の金のかからないゲームでスロットやるっていうのも、ね。疑似的にやるっていう、うん。演出見たい人とかもいるんですよ。そうそう。さあ、いきますよ。ここからまた、うん、AKB48。あ、なんかこんなあったねこれさ、めちゃめちゃ売ってませんでした、これ。一応これ恋愛シミュレーション的なこと。恋愛って書いてある。そうそう。ね。47人を振れって書いてる。下に。そう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 。で、1人を残すってことでしょ？そう。うわーこれはいいですでこれ確かいいですねなんか特典がついててその特典目当てに死ぬほど買われてた気がするんですよあーでもそうじゃない、うん、サエちゃんあサエちゃんいたサエちゃんにしようじゃあなんでなんでピンポイントなのサエちゃんにしますね僕はこれさ俺らしか分かんない話でいい、うん、これ美馬さん撮ってた嘘でしょほんと終わらねえって言ってた音声をってことあそっか音声撮るもんね音声をテクノで撮ってたんで47人を48人だねえあそっか47人を振って1人を選ぶそうそうめちゃめちゃ終わらないって言ってた終わらないよそれはだって初めてアフレコする子は48人くんだよやべえそれぞれのスケジュールで来るから大変って言ってたねえこれワイヤレスランアドホックモード2人って どうやって戦うのこれアドホックモードついてるんですかこのゲーム本当だ2人って書いてる何をする対戦するのワイヤレスランで2人でできるけどえ最終的に選んだ1人と1人で戦うのお互いが選んだ最強の推しを戦わせる宮野くんの選んだサエちゃんと俺のあっちゃんが戦うあつこってサエいけあつこあつこ10万ボルト水鉄砲あつこ上原愛じゃねえか続編ですおいこら続編です今度はグアムに行きます。ほんとだ。すげえ続編はグアムで撮ってんだ。バブリーだな。あ、でも全員のプロフィール載ってんだ、ちゃんと中に。これ今はもうこの何人か声優になってるからね。そうなんだ。お生写真入り生写真ついてる。これランダム風に面白いし。ランダムかもね。ちょっと開けてみましょう、それ。めっちゃ入ってる。誰がいいか選ぼうかな。選ぼうかなって多分気持ちが悪いんだよ一番ここ尺食うのまさかのひっそりと次いくねスターリースカイおお俺出てるおお私もでもこれ季節が俺の季節だ季節があるのかこれそうそう季節ごとに俺の季節だってなんか中二病っぽいね俺の季節だ俺の季節が来たなんか春夏秋冬で出ててそれぞれに3キャラずつなのよでちょうど俺が出てる冬だね見せてくださいよ。星座の、星座の。そう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 。宮野くんって後からのキャラじゃん。俺追加キャラ。蛇使い座。そうだよね。蛇使い座そのセイント星みたいな話なんですか星座、そう、星座なのよ。直野さんじゃあ何座のセイントなんですか、これ。俺、お羊座とかその辺じゃなかったかお羊が、あ、お羊座ですね。そうだよね。あ、留年しやがる。ざま。なんかバカにしてんの今、俺をディスったのか、お前。さあ、続きまして、華やかなり、我が一族。これも乙女芸だよね。主役ってか、一番上が宮内敦さんなんだ。いいな、これ、グアムバージョンやりたいな。なんでグアムバージョンだよ。さあ、もうあとはね、2本ですよ。サエちゃん、サエちゃんでしょ。分かったよ、サエちゃんはもう。分かったよ。はい、多分俺ら出てるやつ。ハガレン。約束の日へ。あ、いるじゃん、俺ら。これとか。俺らだ。これ一人で。あの顔はね、俺らなんだよね。兼ねてる。好きなキャラクターとの会話が弾むと、オリジナルストーリーも展開っつってやったなんか、やったよお風呂入ってる。お風呂入ってんのほら。え
お風呂入ろうかな、じゃあ、これ。なんでお前が入ってたぞ、ね、ランファンとお風呂入ってるよ。ランファンとお風呂入ってんのランファンとお風呂入れるのは気になるな、確かに。ランファンとお風呂入れる。ランファンとお風呂入れる気になるな。そうでしょ、うん、なかなかランファンとお風呂入れる気になる。ランファンとお風呂入れないでしょ。本編ではまずない。まずないよな、ランファンとお風呂はまずないから。お広げるの無理だって、これ。ランファンとお風呂だけだ、こんなに。こんにちは、無理だよ。じゃあ、最後の一本。楽しそう、これ。最後の一本、いいのあったよ。来たキングダムハーツ俺関係ねえやつそう。ワンだから。違うよ。これだって、ロクサスじゃ、じゃなくて。あ、あっちか。そうそうそう、ウッチーの。そう。ウッチーの。そう。で、なんならイリノは関係してんのよ。けど、俺は全く。ベントス、アクア、テラの3人。そう。その前の話だから。その。ああ、そうだったね。そう。ワンとツーには出てんの当たり前だろ。そこから始まってんだよ。めっちゃ怒るやん。いやいや、今じゃ怒るよ。今じゃワンで死んだのかな。死んでねえわ。最後まで生きてるわ。なんなら3人くらい出てくるわ、俺が。あ、でも、そうだね。キングダムハーツってそんな感じだよね。あ、でもいるじゃん。それ。ここにいるよ。これだから過去のシリーズのお話で。シリーズの話いるね。あの、腕組んでるかっこいいのが俺。この誰とも友達が。本当だね。まあ。向こうはもうなんかイチャイチャしてる。向こうはそれはしょうがないよ。しょうがない。主役だもの。残念です。でもこれを知ってると、だから、キングダムハーツの歴史がわかるっていう。どういう風にそのキーブレードがっていうのがね、わかるんですよ。ちゃんとパッケージにミッキーさんが出てくるようになってるからな。最初1とかだと結構隠されてましたもんね。ラストにシルエットがちょっと出るか出ないか。そう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 。ものすごい寝かされた。でもその後俺、うん、ミッキーと友達だから。多分、俺ぐらいじゃない？ミッキーって呼んでんの。他みんな王様だから。俺も別に言うぐらいだな。なおさんミッキーと会話したことない。ミッキー新一郎。ミッキー新一郎。大先輩だろ。そっちのミキさんは。ミキさんのことミッキーって呼んだら俺ちょっとビビるけどね。バチクソ切れそうだね。まあなんかそういえば用意してもらって全然使ってなかったけど、うん、こんなパネルもあったね。ああ、なんで今出すんですか、それ。なんで今出すの、これ、どうすんの、これの時って、このぐらいの時とか聞こうと思ったら。そういうことなんだ。そう。いや、でも PSP はさすがにもう。出し方ちょっと。そんなさ、なんかもっともったいぶって出してくんないとさ、なんか、もっとさ、これ順番出したら面白かったんじゃないのだって。確かに。これどういう順番、並びがもうおかしいもんだって。多分一番小学校これなのよ。かわいい。かわいい。てかすごい、やっぱり、あれだね。かわいい。活動してるからさ、うん、定期的に写真があるんだね。そう、劇団の名鑑写真っていうのがあって。これ成長時期当てるゲームやっていいですか？貸してもらいます。順番当てる。うん、これが一番最初ですよ、ね。白黒の時代じゃねえのに白黒っていうのが。乗ってるやつっぽいね。そう、若干俺気になってんだよね。メーカーに乗るのって。そんな昔じゃねえよっていうことだ。メーカーに乗るの白黒だよね。そう。あ、分かってくれた。これ難しい。タレントメーカー系って大体そうなんですね。それこれ何年生でしょう？ウィンスペクター？ウィンスペクターじゃねえ。これはね、声優王一。え？え？前髪切るの失敗したんですか？そう、お母さんが切ったんです。前髪ギザギザだけど、うん。お母さんのおしゃれヘアです。いいですね。そうだね。多分、髪切るのに失敗して次これですよね。全部いかれた。ああ、もういいよって。で、これ合ってます？流れ的には、これの問題。合ってると、合ってますね。合ってます、うん、これ次これでしょ？この時ね、はい、あれなんですよ。エクシードラフト。そうかもしれない。多分このぐらいだよね。そうかもしれない。顔が似てるもん。近くの、床屋さんに行って、うんうん、スポーツ狩りにしてくださいって言ってきなさいみたいな。あー、スポーツ狩り。あなんか前髪ちょろって残されて。前髪残ってるよね。いや、だから俺、これ嫌ですって言って、ツルツルにしてもらったの。前髪残ってる、ね、ちょっと残ってるね。残ってるね。だから名残がね、スポーツ狩りの。うん、ちょっとここをね、ちょっとだけ遊ばせてるもんね、ここね。ちょっと前髪遊ばしてるよね。前髪譲れなかった。不思議だな。俺も今気づきました。前髪ちょっと残してんだな。不思議な写真だね。でもそんな快活な少年の笑顔が何らかの理由で失われる。はい、そうなの、これ。これだな、悲しい顔してるね。何らかの理由で失われる。俺これね、名鑑をね、調べた時にすごい気になったんで、はい、何かがあったんだろうな。その時期何かあったんですかね。うん、
ちょっともう前向きじゃないよね。心をなくしたら一瞬。これスポーツ会の直後であってます。直後、多分これで心をなくしたんだよ。なんでやねん。俺の時笑顔じゃねえかよ。順番が違うって。どっち？宮野さん、順番違うって。あ、これか。答え合わせできるわ。答え合わせできる。今、どこが間違った？宮野くんね、これ。これ？あ、まだ笑顔。丸坊主だとまだ笑顔だったの。幼い。まだ、うん。あ、その前もある。一個。これ？あ、かわいいかわいい。まずこれ。あ、かわいいかわいいかわいい。まだ元気だね。まずこれがあって。まだなんか、頑張ってやってんだね、これ。うん、これ11歳。11歳。これ11歳。12歳。12歳。13歳。13の年なんかあるわ。13の時なんかあった。で、14歳でもう一回です。で、ようやく、14歳。取り戻すわけですよ。ちょっと前髪分け始めましたね。美しい笑顔を。うん、13歳どうしたんだろうね。13歳だったら中学上がった頃に学校変わっちゃって、はい、そう、小学校の子がみんな違う学校行っちゃって、そうそうそう、中学に上がって、そう、中学上がった瞬間誰も友達いなかった時ですね。これ悲しみに溢れてる、うん、で14歳は友達またできたんだ。そう、部活始めたのかな。サッカー部入りました。サッカー部入ったから前髪分け始めたんですよね。髪分けたぜっていう元気さなんですね。そうですね、うん、髪分けたぜ俺。もういいかな。雑に扱う。さあ、見てきたんだけども。用意しろって言うから用意したんだろ。写真。じゃあ次も使うわ。オッケー。どうぞ次も使うわ、うん。さあ、ここで、宮野くん、うん、はい、なんかあるんですよね。はい、こちらが。違うよ、全然違うよ。それをどうしろって言うんですか。それをどういじっていく気でいるんだよ。サイン入れて。もう現実さ、お前のサインいらねえだろ。私のサイン入れてこれプレゼントしますんでね。なんだメンバーの方まだいるの、これ2012年だもん。メンバーいるよ、うん、さあというわけでね、はい、今日はね告知をしていただきたいんですよ、ね、はい、ちゃんとしますね、はい、これしないと怒られちゃうから、うん、今日なんとですね私、うん、俳優として来ました、はい、なんとこちらででん、お信州ブライガイ、私、うん、お芝居舞台をやります、うん、3月17日から29日が大阪、うんうん、4月の9日12日までが静岡だね、うん、はい、お近くの人はね見に来てくださいね、うん、で東京が4月の26日から5月の28日一月以上、はい、長丁場ですね。長丁場だね、これでも本なんやねん。本書いてんのがなんと中島和樹さんでございます、ね、劇団新幹線なんでね、はい、なので中島和樹さんの作品っていうのは皆さん、うん、馴染みがあると思うんですよ。そうだね、もちろん、はい、グレン・ラガンとか、そうだね、キル・ラ・キルとか、うん、プロメアとか、ね、最高、はい、なので皆さんも絶対好きですこれ。まあ、うん、もうこのコンセプトイラスト見ただけでも多分そういうド派手なイメージなんだろうな、はいはいはい、少年漫画とか好きな人は絶対好きだし、あ、確かにそんな感じだな、うん、そう、やっぱその和樹さんの本って素敵なのがやっぱ少年ジャンプ感があるというか、その厚さがね、そうそう、厚さがあるし、でアクションも満載ですし、見た目的にも楽しめると思います、うん、ちなみにどのキャラクターが宮野さんですか。私はですね、この後ろにちょっと三味線のような鳴り物を持っているソウガという役をやっておりまして、でこちらが主役の福士蒼汰くんがやっております、はいはいはい、お医者さんの役ですね。なんと僕は口出し屋っていう職業を生業にしていて、でそれは他人のこう難儀に口を出して銭を稼ぐみたいな事件屋か。そう、悩みをこう解決させていくんだけども、ちょっとおせっかいでちょっと煙たがられる瞬間もいろいろあるんですが、ただその口を出す表現が結構僕今回歌になっておりまして、あ、そうなんですね、そう、だから僕今回めちゃくちゃ歌います。なので宮野の歌もね、注目ポイントだったりとかするので、それでこう事件を解決していったり敵と戦っていったりする様も描かれたりするので、うん、結構華やかなお祭り騒ぎになります。そうだ、ね、歌あり、ね、はい、うん、ダンスあり、殺陣ありの、うん、はい、でお話自体はこう任侠のお話、うんうん、だから歴史的なその清水の治療帳とかも出てくるんだけど、うん、歴史的な背景もありつつももうフィクションでやっていくので、うん、この打滑一家っていうその任侠道の中でのこう、うんうん、悪巧みをする変態夫婦が、変態夫婦、おこれ高島さん、高島さん、高島さんと松井さん、松井さんが、はい、でこの打滑一家がちょっと悪事を働くような動きを見せるので、この2人が立ち向かっていくっていうバディモノですね。なるほど、はい、面白そう。面白いです、これめちゃくちゃ面白い、うん、でもその中にはちょっとこう裏がいろいろあって一筋縄ではいかないストーリーが展開されるという感じでございます、うん、はい、ぜひ見に来てください。そうですね、めちゃくちゃ面白いです。
楽しみにして、めちゃくちゃ頑張っています。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、皆さんチャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。うん、それやった方がいいよ